どうも、藤子クラフトのりょうです。最近始めたね、3分で DIY や建築、まあ、木材、木とかね、まあ、何でもいいですよ。そういうのにまつわることをこう紹介していくというコーナーでございます。で、今回ですね、木材の乾燥について話したいと思います。それでは動画をご覧ください。どうぞ。いきますよ。乾燥ってもうこれ3分で説明しきれないんだけど、3時間ぐらいから、本当にやろうと思ったら3時間かかるんだけど、ちょっと頑張って3分で分かりやすく、なんで乾燥が必要、木を乾燥させなきゃいけないのか、いきます。はい、まず木ね、山から切った木っていうのは、まあ、当然あの木ってまあ植物みたいなもんなんで、地面からの水いっぱい吸い上げて成長していくわけです。だから切った時すぐっていうのはもう水いっぱい含んでるんですよ。で、なぜだからめっちゃ重たいです、めっちゃ重たいです。で、こう乾燥する前に水たくさん含んでる状態、生木っていうんですけど、生木の状態で製材します。こうバーバーバーと板にしたり角材にしたり、でその後に乾燥させます。で、なんで乾燥させなきゃいけないかっていうと、木って水分をいっぱい含んでる時ってすごい膨らんでるんですよ、重たいし。で、放っとくとどんどんもう切った瞬間から地面から水吸い上げられなくなるんで、もうあと出すしかないです。もうあの切った瞬間からずっと乾燥が進んでいく。で、乾燥進んでいくってことは木の中の水分がどんどん蒸発していく、蒸散していくわけです。で、乾燥するにつれてどんどん切ってこう収縮するんですよ。小さく、膨張じゃなくて収縮ですよ、小さくなっていくんですよね。だから例えば切ってすぐ製材した木を、未乾燥材ですね、生木を例えば貼ったとしたら、くっつけて貼っても乾燥するにつれて収縮するんで小さくなるんで、こうやって隙間開きますよね。そしたらクレームになりますよね。だから使わないんですよ。あとはですね、乾燥するにつれて木って硬くなっていくんですよ。で、硬くなっていくにつれて強度がどんどん上がっていくんですよね。だから、当然未乾燥材の方が膨張してるし強度もないんですね、弱い。だから乾燥材を皆さん使うんですよ。そういうことなので、世の中にはね、まだいっぱいあるね、世の中にはその乾燥方法っていうのが大きく分けて2つあって、天然乾燥剤 AD 剤って言います。あとは人工乾燥剤 KD 剤で、 AD の A はエアドライですね、もう天日干し、自然に水分を抜く。で、 KD 剤の K っていうのは切るドライって言って、切る英語の切るドライって言うんですけど、もう1週間とか2週間とかで超高温な釜に、100度とかの釜に入れて強制的にバーッと水分を抜くんですよ。だから早いね、こっちの方が早いんだけど、あの KD 剤は簡単に言うと色が悪くなる、あの焦げっぽいなんか色になって、カサカサになって匂いもちょっと焦げ臭くなって、あの僕は好きじゃないです。僕が普段使ってるのはこの AD 剤って言って天然乾燥剤ですね。これ必ず使うんですよ。これは色もいい、ツヤもいいし、油気も残る。 KD 剤は油気も抜けちゃうんで、油気も残って、油っ気も残って、色もいい、ツヤもいい、匂いもいいね。ということで、とにかくあのもしあの皆さんちょっと乾燥ね気にする方いるんだったら、ぜひ天然乾燥剤 AD 剤を使ってください。最高です。木材の乾燥についてちょいオーバーでいきましたね。もうちょっと次回ぐらいはもう完璧いけるんじゃないかなっていうところですけど、まあとにかくあの、結論、とにかく乾燥剤、あのグリーン剤も別にあの生木のね未乾燥剤も使ってもいいんですけど、あの吸いたりこう縮んだりするよっていう、それだけの話で、で乾燥剤使うんだったらぜひ天然乾燥剤を使ってください。最高ですか。ということで皆さん、次回お楽しみに。お疲れ様でした。